Hello everyone, welcome to Art in School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は2回目なんですけども、内田先生と養老先生の逆立ち日本論。これね、すごい気に入ってしまって、いっぱい喋りたいところあるんですけども、厳選してですね、今日は内田先生はフランス語がご専門なんですよね。だからもちろんフランス語をしゃべりになって、もちろん英語もしゃべりになって、で養老先生も英語はまあベラベラだと思うんですけども、で外国語を話す時ってね、別人格になるんじゃないかってお話をされてるわけですよ。で特に内田先生の場合はどういうふうにおっしゃってるかっていうと、すごく嫌な人になるっていうんですよね、ご自分がフランス語とか英語の時。なぜかっていうと、すべての文章が命令文、それから叱責、起こる要求っていうことで、何でもこう断定していくんで、きっとすごいなんか押し付けがましくて嫌なやつになってるというふうにおっしゃってるんですよね。で、まあ、もともと内田先生がまあそういうお話をたくさんされる方だと思うんだけど、じゃあ日本語の場合どうなのかっていうと、こう全部日本語で喋ってる中のね、内田先生の7割ぐらいは遠回しにね、こう本当に言いたいことがこれぐらいあるとすると、それをこういろいろな言い回しとかでこうソフトコーティングしてですね、だからまあ押し付けがましい感じにはならないんだけど、なんていうか、まあ嫌味な感じにはなるっていうのかな、な感じになっていると。いうふうにおっしゃっていて、すごくよくわかるなっていうね。でこれはなんかもちろんね、ネイティブスピーカーでないということは一生ですね、ネイティブみたいになれないので、完全にその寝言っていうぐらいの感じに無意識で発生するっていうのは無理なわけだしから、こうね、考えて言うみたいな部分がどうしてもあるし、で後から学んだ語彙でやるので、まあ、偏りもあるのでね、その知ってる中の単語をくっつけて喋んなきゃいけないから語彙力がないとか、まあ、そういうこともあるんですけども、ダブルミーニングができないですよね。まあ、なんていうかな、こう京都の人の喋り方みたいな感じなんだけども、こう口で言っていて、こうなんか言葉として出ているものと本当に発しようとしているメッセージっていうのが、なんかこう重層的にこう裏になって表になって、こうまた裏になってみたいな感じのが、なかなか後から習得した外国語だとね、難しいっていうのはあるかなと思います。はい。なので逆にこれもなんか内田先生とね、養老先生おっしゃってるんだけど、相手がこう片方がネイティブでね、例えば英語の場合ネイティブスピーカーと、で英語を勉強したものがこう喋るって、最初からハンディがあるじゃないですか。だからよっぽどその相手の人がネイティブじゃない人のその言葉を聞くっていうんじゃなくて、本当に言おうとしてる意味を聞いてあげようっていう態度で聞いてくれないと、だからまあいわば親が喋り始めたばっかりの子供が何を言おうとしているのか必死に聞くみたいな感じ、そういうのがない限りなかなかうまく伝わることはないんだけども、お互いにネイティブじゃない、例えば日本人とフランス人がお互いの母国語じゃない英語で喋るとかっていう時は、すごい楽だよねっておっしゃっていて、それは私もそうだなと思いますね。そうで、自分がどうかなって考えてみた時に、あんまり何語だからどうっていうのはないんですけど、それよりも多分標準語の日本語で喋る自分と、いわゆる方言で喋ってる自分の違いの落差のが大きいんじゃないかなみたいな気はするかな。やっぱり怒る時とかね、喧嘩する時はもう関西弁に限りますよね。はい、ということでですね、外国語で喋るときは別人格になるというお話でございましたけれども、本当にこれはね、あると思います。で、特にですね、ほぼバイリンガルの
環境、例えば帰国子女とかもそうだと思うんですけど、ほぼバイリンガルな環境で、そうでなくても言葉だけじゃなく、すべてのあらゆる面によって精神的に成長過程で不安定な時にですね、もともと例えばこう英語の自分と日本語の自分と両方の人格があって、ちっちゃい時からずっとそれで来たのに、ある日突然例えばその英語の方を封印して、まあ、例えばアメリカで暮らしてって、学校では英語喋ってて家では日本語みたいなね環境だった子が、まあ、日本にね受験があるからとかって言って、まあ、来て、で学校で日本語喋んなきゃいけないし、でなんか英語をその普通にこうコミュニケーションねできる相手が周りにいないみたいな感じになったりして、突然その片方の人格である英語の人格を奪われたりすると、なんかすごく人格をねなんかこう半分封印されたみたいな感じになって、ものすごくなんか良くないんじゃないかなっていうのを思うことがあって、最近帰国の人とかね多いし、あと帰国じゃなくって例えばブラジルの人とかフィリピンの人とかね、日本に途中から来て生活してる人とかをなんか見ててもそうなんですけれども、特にその成長過程の人っていうのは言葉をね、言葉ってやっぱり精神活動の基本にあるものなので、決して単なる記号とかではないので、そこはですねどっちもで、しかもねそれぞれ別の人格だと思うんですね、やっぱりね、いろんな意味でね。なのでそれは奪わないようにしてあげないといけないなっていうのをねちょっと最近感じています。ということでね、ちょっと話がずれちゃったんですけど、こちらのお話でございました。外国語をしゃべるときは別人格になるということで、皆さんも経験ございますでしょうか。以上、アート英語圏解説さつきでした。 See you next time. Bye.